150万ぐらいですかね。なかなか軽快だよね、2トン以上あるくせに。初めて乗ったからさ、ああいいか悪いか分かんない。千葉圭一の辛口愛車チェックのコーナーですよ。始まりました。始まりました。これさ、はい、どこまで辛口言っていいんだろうね。まあ、この番組は思いの丈をぶつけていただいて、あそう僕は横でニヤニヤしてます。今回は、はい、トヨタのハイラックスを土屋さんには、見て乗っていただいて、それを10点満点で評価をしていただこうと。こちらの今回ハイラックスを作り上げたのが、はい、アフターパーツメーカーのトラストの川島さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トラストといえばグレッティ。グレッティですね。でこれは、はい、そのノーマルのハイラックスと何が違うんですか？ですね、まあ、車高は見た通り違いますよね。はい、あとはまあトラストといったらやっぱマフラーということで、はいはい、まずマフラーをトラスト製で変えてあります、うん、はい、あとは、エンジンルームの方でエアクリーナーと、うん、新しくインテークパイプ、それをちょっと今回開発して、はい、今、まあ、まだ製品前なんですけども一作品をつけて、はい、今回持ってきてます、はい。パイピングが全部トラストさんで、うん、はいはい、これもともとノーマルはあのゴムのホースなんですけども、うん、ちょっとやっぱり結構ブーストが高いですね。 1.5 とかかかるので、うん、そんなかかってるんですか。ちょっとその辺でですね、まあレスポンス良くなるように、パイプをアルミで作ってます、うん、この方からインタクラが水冷になってるんですよ。あ、それでこういう形状なんですね、はい、そうです上に、はい、ハイラックスも前期だと空冷なんですけど、はいはいはい、後期から水冷エンジン、水冷のインタクラになってます。どうなんだろうね、水冷って。でも意外とエンジンの上にあるんだよ、まあ、スバルも一時期水冷あったんで、うん、でも意外と水冷安定するんですよね、ずっと。そうですね、はい、あそう、はい、意外と安定し、空冷よりもまあ割と安定、ちょっと細かいところまでは分からないですけど、うん、でも割と水冷にしてるところは多いですかね。そうですね、はい、はい、ちなみにこのボックスもオリジナルで。そうです、あれですか、吸気の。これはあのクリーナーの、まあ、別設定なんですけども、はい、インダクションボックスという形で、うん、あのエンジンルームの熱気を吸わないように。なるほど、はい、どっから空気取り入れてる。これはもうグリルの方からとかいろんな隙間から空気が吸えるようになってるんですか。隙間から、はい、なるほどなるほどあとはやっぱり、はい、あの日本だけじゃなくて海外の需要も結構この車あるんですね、はい、あのアジアの方とかはやっぱりかなり流行ってまして、はいはいはい、なので国内プラスアルファで、うん、まあ、海外 の, あの需要も見込んだ、まあ、開発車両。なるほど。これでいくらぐらいかかってるんですか、ベースに対して。ベースに対して、まあ食も全て含めて150万ぐらいですかね、うん、足回りだけでいくらすんの。60万70万ですかね。あ、高いね、うん、あでも逆にそれぐらいで収まっちゃうんですね。はい、なんか別端っていうとなんか80から150の間、うんうん、同じので、あのエアの調整効くやつは、はいはい、あのプラス20万ぐらいします。あ、そうなんですね、はい。トラストもこんなでかいのやってんだね。車高が上がってるからこうストロークは結構するんだろうね。なでもこうさ、タウンユースで楽しんでる人たちも増えたよね、こういうハイラックス。アメリカだとこうピックアップトラックなんかがすごくこう人気が高いでしょ。だからアメリカとかヨーロッパとか中国とか土地がでかいところはね、こういう車ウケるよね。子供なんか喜ぶよね。2トン超えのくせにトルクはしっかり出て、やっぱ給排系が効いてるんだろうね。割と硬いんだけどそんなひどい乗り心地ではないね。なんかトラックだから乗り心地もっと悪いのかなと思ったけど、割と硬いけど乗り心地はそこ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 硬いけどねまあセダンみたいなわけにはいかないよ、一応トラックなんでね。なかなか軽快だよね、2トン以上あるくせに。こういうところはちょっと押していくね。まあそりゃしょうがない。
頭の入りは結構いいよ。どこでも行けるっていうのがいいよね。海だろうが山だろうが川だろうがさ、バシャバシャ入っていけるっていうのが魅力だろうね、こういう車の。でそんなことしなくてやっぱり都会でもね、かっこいいもんね。まあパワーはそれはやっぱこう G63 と比べたら全然ないんだけど、まあだけど普通にいいんじゃないの、トラックとして考えたらハイラックス。こういったところのトルクが欲しいね、なかなか受けてこないね。なんかねしっかりしてる、はい、いやなんか後ろから見てて足は動いてるんですけどロールしないんですよね。そうそう、なんか見ててあなんか安定してるなと思いながら見てたんですけど、うん、そう足はさ、はい、硬いんだけど、はい、そんなに不快な硬さではない、はい、もうだから俺のこう先入観念でさトラックでしょって、あ、はいはい、の乗り心地悪いよなと思って乗ったら、はいはいはい、思ったよりはいい、硬いんだよ、硬いんだけどでもコーナーがすごいしっかりしてるよ。そうですね、うん、全然あの途中からフッて離されたところもあったんで、うん、あ楽しんでるなと思いながら、そう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 見えてたんですけど、はい、いやだから初めて乗ったからさあいいか悪いかが分かんないか確かに、でも乗ったことないんだからね。そうですね、 SUV 自体初めてじゃないですか多分。そうそうですよねだからいろんな番組で、はい、SUV のそのインプレッションはやってるよね、いろんな雑誌で、はいはい、だけどこういうでかいトラックは初めて。ああ、じゃあ余計楽しみですね、そんな点数になるか。だって分かんないんだよ、まあ、基準がないですね。そう、まあ、タイヤとホイールとこの車高の高さと見栄えの良さ、はいはいはい、かっこいいだろうみたいな、はいはいはい、ね、で10点中9点。お高いですね、はい、今後はこれが基準になっていろいろな SUV 車のまあまあ評価の基準的な位置づけになるのかなと思うけどね。あ、うん、だからトラストはいいところに目をつけてきたよな俺が乗ったこともない車を持ってきてありがとうございますどうだみたいな確かにそうだからね、良さが分かんないから10点中9点。おお、はい、ということでトラストさんのハイラックス、はい、9点というところで、はい、まあ、かなり高得点ではありますけど、そうですね、まあ、SUV として、まあ、すごいいいところに来たのかなというふうに思います。だってかっこいいじゃん。いやかっこいいんですよ、ね、かっこいいです。見た目やっぱ重要、それ一番大事です ね見た目重要、パッと見てかっこいいと思うとそこからどんどんこう興味が湧いてくる。そうでしょ、はい、だってさ港区でさ G63 乗ってるやつっていっぱいいるわけ、うじゃうじゃん港区に必要ないでしょG63 なんて、はいはい、だけどやっぱさかっこいいんだよ。あ、はい、なるほど。だからやっぱねこういうさ車高を上げてさくっどーみたいにゆっくり走ってるとさ、はいはい、かっこいいじゃん。確かに、まあ、正解ですよ。ありがとうございます、はい、ということでいかがだったでしょうかね、全然辛口じゃありませんでしたすいません9点です。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。